じゃ。こんにちは。あ、じゃ。こんにちは。なんか初めましてみたいな感じだよね。こうちゃんと話するのは僕の記憶では初めてだと思います。俺挨拶はしてて何回か喋って俺記事見たのかな、金子千尋が先輩でしょ、はいはい、で聞きに行ったんだよね、あのどうしたら勝てるようになるかって。僕にですか？いやいや金子千尋に。先輩でしょ金子千尋が、はいはいはい、で聞きに行った時にとにかく初球を大事にしろって言われたっていう記事を見たんだけど、はい、そんなことない？いや言われました、初球は大事だって。初球を金子さんにですよね。そうそう言われました、はい、いやそれを大事にしたら勝てるようになるよっていうふうに。それ覚えてない？覚えてます。覚えてる、はい、それはどういう経緯で言った？勝てなかったの？いや僕はまあ実質3年目から1軍で投げ出したんですけど、うんまあ、ちょっと肘怪我した状態でプロには入団したんですけど、1年目から何試合か投げさせてもらったんですけど、やっぱ結果出なかったんですよね。でトヨタ自動車の先輩なんですよ金子さんは、うん、アマーとプロのレベルの差っていうのは全然違う中で、金子さんも結果残していたので、うん、多分勝てない自分、勝てている先輩、うん、それで気に入ったんだと思うんですよ。あ、なるほど、はい、それはやっぱりこう現役終わるまで、はい、心に秘めて初球をっていうのはあった？そうですね、入り方だったりカウントの整え方っていうのは大事にしてました、ね、やっぱその速いボールがあったわけでもなくて、そのすごい変化球があるわけでもないので、やっぱりどういうふうにこう配球を組み立てるかっていうのは大事にしていた一つでしたね。なるほどね。入った時の監督って誰？落合さんですね。あ、どんな監督でした？うーんなんか言いにくそうじゃない？いやいや、ユニフォームを着ている時は全く喋らなかったですね。喋らなかったっていうのは、向こうが喋らなかったのか、近寄れなかったのか？もちろん、もう、すごい方じゃないですか。なので、近寄れない、挨拶程度しかできない、うん、僕からもちろんいけないんですけど、うん、その落合さんから話をしてくれるってことはほぼほぼそのユニフォームを着てる時はなかったんですよ、ね、なんか打たれた時とかに、うん、翌日とか、うん、試合後にお前さんって言うんですけど、うん、おめえとかお前さんって言うんですけど、あそこで気抜いただろうとか、うん、なんかこういう気持ちだっただろうみたいなことをなんか投資されてる感じで、それ当たるんですよ。 あ、そうなの、はい、あそこでこういう考え方だったんじゃないかとか、うん、なんでこうやって投げなかったんだをこう一言二言で言われるぐらいの配しか言えなかったですけど、でも見透かされてる感じはしたの？やしました、はい、なんていうんですか、先読みがすごいというんですかね、こうピンチの時にマウンドに来られるじゃないですか、で基本的にはただ来ただけだみたいな感じで言うんですけども、このバッターはこうやって投げてみたらどうだとか、あとはお前今こんな考え方してるだろうとか、それがまあ当たるんです。でもそうやって言ってもらえるとなんかこう我に戻れるというか冷静になれる自分は。でもちゃんと見ててくれるっていう安心感があるよね。あ、はいはい、ありました、それは、はい、なるほどね。でも入団した時に監督落合さんで、そこからエースに上っていくわけじゃない、はい、やっぱ最初の頃とエースになった時のやっぱ扱いっていうのは全然変わった？いや扱いは変わらなかったですね。扱い変わらないんだ、はい、会話する数は増えました。あ、なんかそういう会話の中で非常に印象的なことって残ってる？僕青木さんを苦手にしていて、ヤクルトがね、はいはい、でまだ現役なので、うん、その内容をちょっと言えないんですけど、うん、青木さんの抑え方は教えてもらいました。青木はこうやって抑えるんだみたいな。じゃあ例えば、はい、打たれてる時はどういうふうな攻め方をしてたの？基本的には外が多いです、青木さんに対して。あ、外ね、はい、でも外に投げる場所を教えていただけて、あ、それを実践した。もちろん 100% 押されるわけじゃないんですけども、うん、そこって僕の中で打たれるだろう、きっちり投げないと抑えれないっていうイメージがやっぱあるんですよ、うん、青木さんたちって。でもそこを投げたら打たれると思うところなんですけども、意外と抑えられる。ただし青木さんが引っ張ってる状態限定なんですよ。でも流してる時はもう抑えられないんですよ僕は。引っ張ってくれた時はそこ投げたら抑えられるよっていうことを教えていただきました。リードが悪いってこと？いや、リードは、リードは、はい、その時のキャッチャーって誰？谷繁さんですよ。リードが悪いっていうことじゃない？基本的には外が多かったです。でもその外って言っても、例えば外まっすぐ、外シュート、まあ、スライダーとかフォークとかあるんですけども、外じゃないですか。高さっていうのは自分で選べるというか、うんうん、低いところ投げるだけが野球だと思ったんですけども、うん、でも低く投げることだけが野球じゃないっていうことを落合さんに教えてもらったので、谷繁さんは外、例えば低め、高めっていうサインはないので、そこは自分で考えなくちゃいけないじゃないですか。
それはじゃあ青木は外の高めを投げろって言ってんのと一緒だよ。高めなんですよ。そこだけじゃないんですよ。その辺だって。今はもうアメリカ行かれて日本に帰ってこられてってまたタイプ変わってますんで、当時は、まあ、その辺でした、はい。なるほどね。やっぱ落合さんって厳しかった。結果に対してはあまり言われなかったですね。なんかこう怠慢プレーって、はい、そういうことに対しては直接言われることはないんですけども、当時森さんっていうコーチにいましたので、はい、森さんからこう言われたりだったり、僕だけじゃなくて他の選手言われたりだったりのはありましたね。結果に対してはうるさく言われることはなかったですね。なるほどね。あのブルペンに入ってさ、まあ、ルーキーの時に、はい、この前小松達夫さんと、はい、コラボしたんだよね、はいはい、その時に勝ったと思ったらしい。あ、これはいけるって。やっぱ球のスピードで。あ、小松さんが、うん、はい、最初にブルペンに入ったら覚えてる。覚えてます、はい、それどう思った。いや負けたと思いました僕は。あ、そうなんだ。僕はですね、まあ、小松さんが入団した時、まあ、小松さんは本当に剛速球、そうそうそう、ボールが速い、うん、得じゃないですか、やっぱり、うん、僕は速くなかったので、うん、出ても40後半だったんで、うん、当時でも僕が入団した頃っていうのはエース川上憲伸さん、近い年代でいうと中田健一さんとか、はいはい、朝倉健太さん、はいはい、もう本当150前後を投げるピッチャーいた中で、中継ぎも岩瀬さん一頭にいっぱいいましたので、こんな中で野球するのはちょっと3年で終わりかなと思いました。それをさ、スピードに憧れた、それともいやもうすぐ切り替えた、いやもうコントロールだって思った。いや、まあ、やっぱり速いボール投げたかったですね。あ、はい、それはやっぱこうやっぱスピード感があるし、はい、夢ではピッチャー、やっぱり全ての評価はそこじゃないですけど、はい、今その佐々木朗希君もそうだし大谷君もそうですけど、やっぱり160キロ投げたらそれが取り上げられるじゃないですか。まあ確かにね。9回無四球完封しても、例えば5回3失点負け投手で160キロ出たら160キロが取り上げられると思うんですよ、多分。なのでやっぱり速いボール投げたいって気持ちは引退するまでは持ってました。なるほど。でもそれに対しての努力はしたんでしょ。しました。ただあの入団して2年目だったと思うんですけど、谷繁さんからお前の行ける道はストライクゾーンの低めに投げてゴロを打たせるピッチングで生きていくべきじゃないかって言われてます。で例に挙げると、まあ、三浦大輔さんみたいな形で、要は三浦さんのような形を目指した方がいいんじゃないかって言われたんですけど、やっぱり速いボール投げたいって思いがあったのであんまり聞いてなかったんですよ。なのでやっぱり投げて何キロ、投げて何キロって感じで、やっぱり意識するんだ、はい、だったんですけど、4年目ぐらいだったと思うんですけど、1軍投げていく中で40後半投げることができたんですけど、超一流のバッターを抑えられないって、こうなんか確率的にやっぱり打たれるというか、こう勝負いって。でもその時はあんまりコントロールっていうのは気にしてなかった。全くです。ただ速いボールだけ、強いボールね、はい、うん、で、まあ、打たれるで痛い思いをする、その中でそのやっぱりコントロールって大事なのかなってなんとなく思うようになって、うん、であのドラゴンでは山本昌さんっていう方がいましたので、うん、まあ、そんな速くなくてもコントロールがいい、ピッチングが上手、ものすごい気使うね。そんなに速くなかったって、めちゃくちゃ遅かったから、ね、いやでも眼表情は速くないですけど、速く見せてたよ、はい、速く見せてた、はい、確かに俺も改善したけど、はい、速く見せるコツは知ってたよね、はいはい、その投球術っていうんですかね、それがこう上手に見てたので、やっぱりコントロールっていうの大事かなと思ってたんですね。でそこで谷繁さんに言われたことをもう覚えてて、でちょっとそっちにシフトチェンジしようかなと思ったのが4年目ぐらい。そこからコントロールの大切さですか、その大事さっていうのは知れたというか、野球は27アウト取ればゲーム終了じゃない、はい、その27アウトの中でどのぐらい自分の思い通りに取れるもんなの。いいと、まあ、例えば、スピードでいってる時っていうのはそんな感覚なかったと思うんだけど、はい、コントロールでいった時っていうのはコントロールが身について、はい、27アウトを取る時に何個ぐらい1試合で取れるもんなの。調子いい時は、うん、まあ、半分以上なんか狙った通りにできると思います。まあ、例えばさ、ランナー一塁に出ました、ヒット打たれました、はい、あ、このバッターだったらこうやったらゲッツー取れるっていうのを計算しながら投げてるでしょ、はい、それは計算通りやっぱ大体行くもんなの、うん、調子のいい時、ね、調子の時はほぼほぼですね。ああそう、はい、でしたね。まあ、ゲッツー取ろうと思ってゲッツーは取れないかもしれないですけど、それっぽいのはできるというか。なるほどね。そうですか。またあの次の動画ではちょっといろいろピッチャーの
なぜかということをね、中日のピッチャーは、はい、そういうのをちょっと聞きたいと思います。はい。